はい、タクチャンネルです。自分はカードショップタクちゃんとお店とゲットジャムというカードゲームを作っていったりしてます。で、好評です。はい、今日はね、研究中の刀と研究中のハテナです。ハテナ、まだ言わないの、うん、オープンザフラッグした瞬間に分かる、分かりますからね。本当に研究です。メスコーイです。最初はグー、じゃんけん、ほい、じゃあ先行どうぞ。オープンザフラッグ、スタードラゴンワールド、うん、タスク君のデッキ、そうだぜ。あとこれはバディレアな、多分バディレア、あのデッキだね、トリプルデッキの。あー、でしょ、チャージ&ドロー、巻物設置、1ゲージ払って巻物効果ね、巻物効果入れてワンドロー、うん、なるほど、すべでコールかな、コールして、はい、で巻物からかけろー、ソウルイン。おー、それ強い。じゃあ1点。いきます。これかけろによってソウルガード移動を持ちました。じゃあ、効果で。あ、そうだ。そうそう。そのためにアタックしたんだった。ドロー。どうですか？こっちかな？チャージ&ドロー。ちょっと、新しいカードばっかりだな。あ、すいません。チャージするやつに。うそ。見てから？いや、見てからじゃなくて、もともと決めてたんですよ、心の中で。あ、じゃあ、はい、これだっけ。はい、すみません、普通に間違えました。ずるいけどね。本当にごめんなさい。普通に無意識になっちゃう。まだ初めてのカードばっかなんだよね。はい。うん、2ゲージ使います。ゆっくり考えて。はい。バリコー。あ、バリコール来た。え、いいのこれ。あ、どうしよう。うん。だって0と1がドロップゾーンになって出てこれないぜ。え、嘘。ドロップゾーンからコールでしょ。今、まあ、たまたまこいつがいたけど、うん、いや、いいんですよ、本当に、バリコーで出して、こいつしかいない、はい、で、それで、レフトに、うん、ドロガンチャージャーをコールします。うん、で、これ、うん、このカードがバカドロップゾーン、うん、そう、ソウルに入った時、ゲージ値払うと1枚引ける、はい、はい、入れるの、あ、そうだ、これはクロスナイズします。プレイする。はい。これは残すかも。でもワンドローできんなら割とありな気がするけどね。クロスナイズっていつでもできるんですよね、確か。メインフェーズだけじゃない？いや、対抗ではできないと思うよ。まあ、うん。うん、毎ターンできるんですよね。うん。ただ、まあ、やっつけに行くけどね。こいつはここにいたら。じゃあ、クロスナイズじゃーん。じゃあ、1ゲージ払ったらワンドロー。これ強いね。スルン。それで引けるのは強いよ、ね、じゃあ5000で、はい、それでこのグラブに攻撃した時相手に1点です。エッジシューターが攻撃したら1点飛ばすと、はい、で俺はソウルガードとエンドです。5000なのかな、どう、5000ですよ、強くないですか。強いです。強いと思います。それと何気にバディレアにしましたチャージ&ドローを、危なかったらこれって強いな、なんかゲージ1、巻物効果、ワンドロー。あとこいつもちょっと置いとくと便利かも、うん、3000でしょ、4000、うわー、これ届かない、きつい、こうするしかないか。でこうして連携、じゃあ行きます、うん、じゃあ下、はい、じゃあファイナルフェーズ、はい、マシンガンですか。そうですね、ゲージに払ってマシンガン、レンタマランタロを持ってくる、それなんか呼び名ですね、うん、この本当はこの極円から使わないとあんまり、はい、終わりです。デッキ圧縮したから、スタンドドロー、強い、チャージ&ドロー、武器引きたいな、こっちも武器引きたいですね。じゃあ、うん、ライトにエッジシューター、あ、また出てきた。で、レフトに
ミニスパイラル。うん。うわあ、そっか、そういう感じなんだね。はい。で、これ、ソルファードって書いてあるんですよ。それ、クロスナイトした時なんですよ。うん、でもこれはネオドラゴンだね。はい。うん。じゃあ、クロスナイトします。はい、じゃあ、これ2点飛ばします。攻撃した時。ああ、なるほど、なるほど。はい。じゃあ、アタックフェーズ入る時にですか。はい。マイナス1払って。これですよね。はい。じゃあ、アタックできなくなったよ。じゃあ、こっちに点で。エンドです。はい、ドロー。って言った。まあ、そうだよね。ドロー。ジャックがいるんだ。ゲージ1払い、巻物に入れてワンドロー。ちょっと今なんて言いたかったか本当は言いますね。あの、タスク君の真似をしてみました。あ、全然見てない。だってさ、次から次へソウル増えてくね、これね。はい、そう。ゴールゴールでいこうか。じゃあまずこいつをビシュリ、リリンケ。じゃあビシュ、じゃあファイナルフェイス1ゲージ超絶命です。出たよ。これ、防御力も1000上がるんですよね。そうだ、全部忍者はね。俺のデッキ全部忍者だから、ちなみに。で、今入れたら何ですかねっていう。なんだろうね。2つあるんですよね、入れると。ああ、調整してるとこ見たね。2種類危険が入ってる、俺のデッキには。変だ。だから。ただ、今ゲージないんで。あ、そっか。結局。どうしよう。あさあ、どうする？なんですか、その上から目線って思っちゃった。ってじゃあ、ティアンのトロー、そっちも手札が、あ、でも手札結構あんな。そうですよ。しゅーん、ちょっとすいませんね、ちょっと効果読みます。そうね、初めて使う。やっぱめいちゃんタスクくん好きなんですか。好きなんですよ。実は俺もタスクくんなんですけど、名前が。あ、そこはね、そこはね、コメントですか。うん。あ、そうですか。いや、ここにいるタスクさんも相手になるから好きですよ。あ、ありがとう、嬉しい。何このリア充。これがもし OCD だったらどうするんですか。あら。じゃあレフトにミニスパイラルで、ライトにクリューガーをゴールします。じゃあアタックフェーズキャストありますか。いいよ、いいよ。じゃあ4000でパンチングで。そこはいいでしょう。じゃあ3点。3点通るのか。受けよう。じゃあちょっと待ってね。はい。ちょっと待って。受ける。はい。じゃあ1点プラスの1点で。まず1点受ける。うん。まず3点です。で。で。そこを1点目。ただ1点分けちゃうんだね、これね。そうなんですよ。そうなんですよ。しかもサイズ0ですよ。やばい、ドロー。いや、サイズ2だよ、これね。いや、これで、この下が、ね、すごい使いやすいよね、そいつね。そうなんです。しかも、こうやってサイズ出るの割に強いんですよ。ドロー、これ、クリューが、いや、俺も動くよ。サイズ出るの代わりに4000もあるとか。1ゲージ払って、1枚入れて、ワンドローで、今入れた迷宮室発動。おお、強い。これが何を意味してるかわかるかな。あ、わかりますよ。あれですよね。ただな、ゴール。うわ、きつっ。うわ、残り9点。やっぱこいつが固まってんの、マジつらい。ただ、線上がってるからね。そうですよ。で、まず、じゃあ、横へ倒していこう。ペシュリ。ペシュリ。ペシュリ。で、5線。ペシュリ。よし、それなくなったぞ。なんだ。ドロー。チャージアンドロー。気をつけろ。3個溜まってるからな、こっち。煽っとくけど。じゃあ、レフトに、チャイルドスター、アストルジェットをコールします。ちょんで、そっち魔法使ったらあれなんですよね。魔法使ったら、クーパー。あ、入ってくるのは気が分からないんですよね。じゃあ、状態なんですよね、本当に。じゃあ、5000で。2000だ。どうしよっかな。そこ通していいのかな。はい、通します。はい、じゃあ3点。ちょっと待てよ、ゲージ3個あるんだよね。あります。そこは怖いんだよね。分かった、ここはしょうがない。2ゲージ払ってウィナー隠しで戻す。はい。
いや、ちょっとゲージ溜まってるから警戒した。いいね、終わりで。はい、終わりです。どうぞ。これバディレアだから見るとものすごくちょっと興奮する。じゃじゃんだ、ドロー。やっぱキラキラしてるやつがあると、手元にあるといいですね。ゲージ1払い、走塁してワンドロー。はい。さあ、俺もこっから攻撃仕掛けるよ。どうぞ。コール。そして、カゲロウの術。はい、どうぞ。じゃあ、べし。べし。いやー、ちょっと待ってね。ゲージ欲しいな、べし。べし。で、こっちで本体。いきます。じゃあ1点で。1点っていうのが弱くないですか？やってんだけどね。ゲージが増えるから。2点。いけます。よし。巻き返してきた。終わり。ドロー。はい、ドルチャージしよう。来てるな。チャージ&ドロー。ちょっと来て。おどうです？でも手札戻ってから出せんだよね。そうなんですよ。全然俺うまいことしてないんだよな。でも必殺技で決まるっていう恐れをちょっと警戒して今。はあ、今受けても残り1残してたんだけど、レフトに、うん、クラスタル マグマオーシャンをコールします。ちょっと長い、うん、はい、これもネオドラゴン、はい、登場した時か破壊された時、あ、登場した時もだよ。うん、そうです。2枚ドロップゾーンに置き、君のライフをプラス1にする。はい、からじゃあ2枚ドロップゾーン置いてください。おお、これで、だから、ドラガーアームズが落ちるとうまいってことだな。つまり。それでゲージに使って、うん、センターに。じゃあサイドオーバー。はい。で、01をコールできますね。そういうことですよ。うん、本日の押すんですよ。え、0と1。でも、十分墓地超えてたぜ、今。シュッと。0と1を出せる。1だな。これですかね。うん、はいはい。そして、で、まあ、合体もできるってことですよね。うん、あ、これでワンドローもいけるのか。そうなんです。うわ、強っ。強っ。これ強い。じゃあ、入れます。入れた。それでもう一個入れます。じゃあ、ゲージ1払って。で、ゲージ1払ってワンドローします。ワンドロー。まあ、出てワンドロー。こいつがワンドローになった。すげえ。それでまた出して、入れて。マジでマジでマジで。うわ。俺ちょっと、白が抜いたの後悔してるわ。で、レフトに、オーピタル。ライトに、クリューが。おお、まだ行く。はい。はいはいはい。そうですね。ボッコボコ。じゃあ。じゃあ、アタックフェイズで。はい。ヘビニラミ。これですか？あ、そうだね。どうしよう、俺、そのセンター。3点。だって3枚ですよ。ここだね。はい、じゃあ、ソウルカード。じゃあ、ベッシュリーと。4戦で。受け、受けた。エンドです。残り7点もどうやって削るんだよ。だから、うん。ちなみに言いますよ。じゃじゃんのドロー。ヒント言いますよ。うん、手札のうちの3枚うちの1枚が必殺技です。マジかよ。はい。ちなみにこれです。やめろよ。ゲージ溜まった瞬間に負けるってこと。でもコール。じゃあこれ、こいつ4000になってるんで、ね、アタックします。はい。じゃあこいつはまあ6000アタック。じゃあチャージャーで。こいつも5000。じゃあチャージャーで。そうだね、チャージャーだったら関係ないか。エンド。ドロー。あー、エンドだったのかな。しょうがない。チャージ&ドローかな。うん、普通だった。うん、俺なぜかカトン忍者極限を引かないんだけど、今回。どこ行った？レフトにクリューが。で、ゲージ1、うん、使おうかな、使わないで打ちます、やっぱり。うんうん、ちょっとあるカードがあるんですよね。死ぬかもしれない。じゃあ1点。マジ？マジ？はい。じゃあ3点。もう1点。まず1点ですね。あ、そっか。1点つけて、で3点取る。で3点です。はい、負けました。はい、ありがとうございました。これだったんですよ。ああ。なるほど。魔法は、でも、使えなかったもんね。はい。うん、一番最初から持ってました。使ったら3。でも使っても生きてたんだよね。そうですよ。そしたら11になるんですよ。俺、やっぱちょっと。作り直そうかな、忍者。うん、強い。なんか最近センター固めるデッキが増えてきたから。ちなみにさっき、チャージ使おうかどうかしましたよ、ゲージ。それでこれだったんですよ。うん、でも、ソウル3枚だしなっていうことが。あ、なんか、これはどんな効果だね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。じゃあ、これでセンター開けて、殴るってこともできたのか。そういうことなんです。いやでも今みたいに固めて攻撃するのも強いね。だって3、0、1で並ぶからね。そうなんですよ。
ここバーニング棒とかでもいいかもしれないね。ジェネリックのね、弓矢があるから1点しか当てられないけど、まあだってセンター固める戦略だから。うわ、それがいいかも。その方がいいかもしれないね、もしかして。はい、じゃあ、はい、こういう結果でした。はい、ありがとうございます。でも強いね、これ強かった。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたかつめ